知ってる？この講義めっちゃ単位取りづらいらしいよ。ああ、先輩が言ってた。だるいよな。後ろの学生さんまでレジュメ届きましたか？いつまでかかるんですか？皆様がレジュメを配り終わるまでに、チキンラーメンが完成してしまいますよ。何その例え？私はね、平安時代の文学を皆様に教えるためにここに参ったわけでございますから、横文字は使いたくないんですけれども、タイムイズマネーということでね。すぐ使った。無駄は省いていただきたい。私の講義中は、無駄な作業はさせません。スマートフォンをいじることもそうですし、パソコンで変なものを見ることも許しませんよ。うわ、なんかだるそうだな。はい、落ち着いたところで、皆様入学おめでとうございます。私の息子もですね、今年大学に入学したんですね。皆様と同学年ですね。今朝もね、ルンルンしながら大学へ向かっていたんですけど、私にはもう一人息子がおりまして、もっと大きな息子なんですね。はい。え？いくつだと思う？あ、30とかですか？30だと思う？ 30 だと思う？ブー。正解は54歳。どういうこと？私の旦那ちゃんでございますね。ああ。私の旦那ちゃん、家ではね、もう何にもできないんですよ。もうやって、やっといて、僕何もできないよって、もう大学生の息子より息子ですね。赤ちゃんですね。私の大学生の息子の方は日々進化しておりますが、私のもっと大きな息子は日々退化しておりますね。もうどんどん何もできなくなっちゃってます。もう本当にもう大きな赤ちゃん。皆様も大きな赤ちゃん、大きな子供になるのではなく、しっかりと大人になるためにこの大学できちんと学んでください。お願いします。申し遅れました。私、草壁ゆり子と申します。よろしくお願いします。ぽいな。石田ゆり子さん、吉高ゆり子さん、そして草壁ゆり子。これが日本の三大ゆり子ですね。つまんな。私の著書を皆さん読んだことございますかね？もしかしたら大学に受験する際に、参考として読んでくれた方がいらっしゃるとかいらっしゃらないとか、まあそれは私の個人的な希望なんですけれども、私の著書の方なのですが、ネットでも購入することができますし、今もいくつかございますので、興味のある学生さんは講義終わった後にね、ゆり子先生、ゆり子さんって言ってくだされば、学生さん価格でお渡しさせていただきますので、どうぞお声掛けくださいね、お気軽に。いや、買うわけねえじゃん。めっちゃ睨まれてるわ。はい、というわけでですね、平安時代の和歌って皆様、馴染みないですよね。受験でやっていたようなものはつまらないものだ。そう、昨日高いと一休で飲んでて、めっちゃ飲んでなよ。マジ気持ち悪い。二日酔いだわ。いや、この体調でゆり子の講義はきついわ。はい、後ろまでレジュメ回りましたか？はい、というわけで講義を始めるんですが、その前にスマートフォンをしまってください。これでか。私の講義ではですね、スマートフォンの使用は禁止しております。そこのね、背の高いムキムキの学生さん、メッセージ送ってた？あ、好きな子に送ってた。平安時代の男性からしたらそれはすごく贅沢なことなんですね。平安時代の男性だったら、恋愛を始めるにもすごく手間がかかったんですね。まず好きな女の子を見つけるにも垣間見といってね、塀の上であったりとか破れた障子の隙間などから女性を見て、それで恋愛を始めていくっていうステップを踏んでいたわけなんです。ですから平安時代の男性に免じて、講義中ぐらいはスマートフォンはポッケにしまっていただくようご協力お願いいたします。絶対スマホって略さないよな。はい、というわけでですね、平安文学の世界担当しています草壁ゆり子です。よろしくお願いいたします。なんで毎回名乗るんだよ。季節は夏。皆さん、夏にどんなイメージを持っていますか？はい、そこのオレンジの T シャツの方。え、あ、な、あ、暑い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 という意見が出ているわけなんですが、平安時代
代の夏は、もちろん令和よりも暑かったと思います。もちろんクーラーはございませんしね。庶民なんかは閉鎖的なお家で、ただただ暑さに耐えることしかできませんでした。貴族ともなると、風通しのいいお家でね、かき氷なんか食べてたんですよ。清少納言はかき氷を食べていたというふうに言ってますからね。清少納言じゃない。清少納言。清少納言。清少納言だと思って。これは、一年生のうちに正さなきゃいけないですね。清少納言です。清少納言じゃございません。少納言というのは役職。清少納言。中華料理の陳建一さんっていらっしゃるでしょ？料理家のね。陳建一さん。陳シェフですよね。清少納言。陳シェフ。清少納言。陳シェフ。陳シェフじゃございませんよね。全然ピンとこない。陳シェフって言う？陳シェフ？全然ピンとこないよな。陳シェフ？陳シェフ？違いますよね。陳シェフがわからない方、スーパーでね、クックドゥなんかとコラボして、顔写真載ってますから、パッケージに。ぜひね、帰りにご確認ください。よろしくお願いいたします。しねえよ。あ、そうだ、かき氷で思い出したんですが、かき氷があったのかって思いませんか？氷ね、あったんですよ、平安時代にも。もちろん冷凍庫はなかったんですけれども、冬のうちに天然の氷を作ってね、天然氷を作って、氷室という穴ぼこを、氷室って言っても、氷室京介さんじゃありませんよ。ボーイだっけ、氷室。って、めっちゃ満足げな顔してる。渾身のギャグだったんだ。はい、私はね、毎年夏になると思い出すエピソードがあるんですね。私はゼミを持っているわけなんですが、毎年ね、夏に合宿に行くんですよ。で、そこでね、夜にハーゲンダッツを学生さんと食べるということになってね、学生さんたちはね、冷凍庫から取り出してすぐにガリガリガリって食べ始めたんですよ。私はね、溶け出したあのハーゲンダッツが美味しいと思っておりますし、溶け出すその瞬間が風情があるというふうに思っているわけなんですね。で、学生さんたちにおやしなさいと。ハーゲンダッツが溶け出す様もおつですよ。平安時代の歌人だったらね、何か読んでますよっていうふうに申し上げたんですが、誰も言うことを聞いてくれませんでした。で、私はプリンとしてしまいましてね、風鈴の音を聞いたり、風を感じたりして、ハーゲンダッツがゆっくり溶けるのを待っていて、ふっと私のハーゲンダッツを見ますと、ドロドロに溶けていたんですね。食べられなかったんですよ、私。何の話？見てまた、満足げな顔してる。渾身のエピソードトークだったんだ。はい、というわけでね、私のその時の気持ちをよく表したような和歌がございます。レジュメ3ページ、身分のただ峰のこの和歌です。ラジオかよ。いやでも、やっぱゆり子の講義、癖になるよな。高い実家帰った。夜帰ってない。もうめっちゃ平沢家で飲んでた。もう二日酔いやばい。はい、後ろの学生さんまでレジュメ届きましたか？違う、ゆり子超髪切ってね。やば、なんか議員みたいじゃん。いやもうそれは議員、それは議員寄せてるだろ。オッケーということで、新年初めての平安文学史の講義を担当します草壁ゆり子と申します。なんて言ってる。はい、皆さんお正月楽しかったですか？お酒飲んだ？楽しかった？はい、皆さんすごく楽しいお正月を過ごしたみたいですね。ただ、お正月を楽しく過ごした後にはテスト時刻を待っているぞという話ですね。気を抜かないように、勉強モードにスイッチをして、そしてまた春休みを楽しんでくださいね。なるわ。はい、お正月みんな楽しく過ごされたみたいなんですけれども、鏡餅って用意してました？あ、そちらのロング T シャツの首元がよれた学生さん、どうですか？言うなよそんな。用意してない。用意してない。用意してない学生さんもちらほらいるみたいなんですが、私は、飾りました。鏡餅というのは実は平安時代からあるものなんですね。へー。源氏物語の中にも記述があるんですが、鏡餅はもともと歯固めの儀という儀式の中で、使用されていたものなんですね。で、歯固めの儀というのはですね、長寿を祈って、固い食べ物を献上するといった儀式だったんですね。
今歯固めの利用を行うとしたら、ハリボーでも献上するんですかね。出た、ゆり子のボケた後の顔確認してるやつ、みんなの反応固い組だからね。はい、というわけでですね、鏡餅の話もいいんですが、あ、お正月だ、お正月の話をしてたんですね。お正月、私は3人で過ごしました。家族3人で過ごしました。息子と、もっと大きな息子と過ごしました。ああ、もっと大きな息子というのは、はいはい、私の旦那ちゃんのことですね。本当に何にもできない大きな赤ちゃんなんですね。私の本当の息子より息子っていう、本当に何にもできないんですが、すごく楽しく過ごしました。息子がね、あ、本当の息子の方がね、あのカラオケのゲーム、あの任天堂のあのこれぐらいの四角いあの画面のあのね、そのゲーム機で、なんかカラオケのゲームがあるよっていう話をしていて、で3人で歌を歌おうという話になりましてね。で私はあのカットゥーンさんのリアルフェイスをここに訳して歌を歌いました。でそれがもう家族に大受けでね、あのうつつを手に入るるなりというようにね、あのこれはね、あの昔ゼミ合宿の中で、あのワンダイレクションであるとかジャスミンバーさんの曲、ああいうのをね、あの英語から日本語に訳して、日本語から古語に訳してっていうね、このね特技を披露した時に学生さんに大受けだったから、味を占めて家でも披露しちゃったんですね。聞きたい。私ね、カトゥーさんがすごく昔好きだったんですね。で、あのジャニーズのカウントダウンっていうんですか、あの大晦日の番組ね、見てたら今3人になってるんですね。私がカトゥーンさんを初めて知った時は、あの6人グループだったんですが、半分になってしまったんだというふうに思ってね。亀梨和也さん、赤西仁さん、田口淳之介さん、田中幸喜さん、上田達也さん、中丸雄一さん、この6人組だったんですね。6人6人6 6という数字を見ると、私はこちらを思い出します。レジュメ1ページ6課線の項目をご覧ください。綺麗に繋げた。すげえ。後ろの学生様のレジュメもありましたか？え？いや、俺寝てねえもん、昨日マジで。超眠いだり。はい、すべて回り終えたということでご挨拶をさせていただきたいと思います。まずは皆さん、ご入学おめでとうございます。本年度より文学部の学部長を務めさせていただきます。そして、こちらの平安文学史の講義を担当させていただきます。草壁ゆり子と申します。よろしくお願いいたします。てか、めっちゃ草壁ゆり子っぽいね、あの人。てか、口紅めっちゃ濃いよね。今ね、そちらの学生さんから、口紅という言葉が出てきたわけなんですが、平安時代にもですね、口紅は存在しておりました。ただね、現代では、オーバーリップなんていう風に、あの、唇を大きく見せるお化粧の仕方が流行っていると思うんですが、平安時代ではですね、その逆だったんですね。唇をより小さく見せるために口紅が使用されておりました。ユリコの場合はどうなんだという風な目をされていると思うんですが、私の場合はですね、唇をより大きく描いてあります。その理由は、後ろの学生さんにも私の唇の動きがよくわかるように、口の動きがはっきり伝わるように大きく描いているという次第でございます。このおかげで、私は文学部のアンジェリーナ・ジョリーなんていう風に呼ばれているんですね。ボケた、ボケた。やばい、ドヤ顔してるよ。はい、というわけで、講義を始めさせていただきます。私の講義はですね、オリエンテーションはございません。他の講義はですね、第1回目はオリエンテーション、第2回目から本格的な講義に移行していくと思うんですが、私の講義はですね、オリエンテーションをあえてしない。なぜなら、毎回の講義がオリエンテーションぐらい楽しいからですね。ちょっとドヤ顔してる。単位取りづらいの、この人。この感じで。はい、私の講義はですね、スマートフォンの使用は一切禁止しております。私はですね、インターネット、そういった類のものがあまり好ましいと思っておりません。なぜなら、掲示板であるとか、ツイッターであるとかね、そういった場所では、直接的な表現が使われることが多いですよね。例えば、ムカつくとか、
ブツブツとかね、そういった直接的な表現があまり美しくない、そういう風に感じるわけなんですね。平安時代はね、どんなに強い感情を持ったとしても、みやびな言葉にくるんで歌として昇華しておりました。餃子もね、皮がなければただの肉の塊。クレープも皮がなければただの果物ですよね。言葉も、みやびな皮にくるむことができれば、芸術として昇華することができるんですね。そういうわけで私がインターネットを好ましく思ってない。ですが、まあ、情報伝達手段としてはね、かなり優秀なのではないかな、とは思います。平安時代はね、情報を伝達する手段がかなり少なかったと言われております。庶民なんかではね、本当に口伝いでね、情報を回していくことしかできなかったですし、身分の高い人間においても、今のように情報を回すことはできていなかったんですね。駅伝制、駅制、駅伝制度。こういった制度はございました。こちらはですね、今でいう駅、あの電車の駅ですね、あのような馬を止める役家という場所があったんです。その役家という場所は、駅という側面もありながら、社交場であったりとか、あの宴会場としての役割も果たしていたんですね。そこで、情報交換がされていたというふうに言われております。アスカナが平安と3代にわたってこちらの制度が使われていたわけなんですが、残念ながら令和にはね、消えてしまった制度なんですね。私はね、情報が多すぎるというのは頭がパンクしてしまいそうになりますからね、あまり好ましいと思っておりません。だからね、みんなあの電車の中とかでね、スマートフォンをいじって情報を詰め込んでるでしょ。あれの何が楽しいのかって、何を調べているのかって、あのわからないんですよ。何調べてるの？そちらのハリネズミみたいな髪型の学生さん。TikTok とか、ね、TikTok? TikTok? みんな見てるんですね。うちのね、大学生の息子ちゃんに関しても TikTok は見ているみたいで、部屋でひょんなしてますよ。こんなんですよね。私はね、 TikTok の良さはあまりわからないんですが、あそこで流行っている歌、音源っていうの、あのああいうものはね、あのすごく素敵なものが多いなというふうに思います。私はですね、ゼミを持っておりまして、ゼミの夏合宿で現代の歌を古語っぽく歌うっていう芸をね、私毎年披露しているわけなんですが、前だとワンダイレクションとか、あのカトゥーンとか、そのあたりを歌って学生さんとの親睦を深めているわけなんですけれども、今回はですね、特別に今ここで歌を歌わせていただきたいと思います。インターネットやめろっていう曲が流行っているんですよね。そちらを歌わせていただきます。ここバージョンです。駅伝制度無調を飛ばしる前兆を甘き夢見せよ我がさん。我がさんというのがなんだというふうにね、そんな顔をされていると思うんですけれども、こちらは本当の歌詞はね、マイスリーっていう睡眠薬の名前なんですよね。もちろん、こちらは現代の薬ですから、古語に訳すのはすごく難しかったんですね。ですから、我がさん、マイスリー、そのように訳させていただきました。マイスリーって睡眠薬ですからね、この歌が流行ったことは、皆さん、不眠症気味なのかな？ちょっと聞いてみましょうか。昨日7時間以上寝たよという学生さんいらっしゃいますか？ 5 時間？ 4 時間？今ここで挙手しなかった学生さんは単位を与えません。怖っ、やば。というのは冗談です。もう一度お聞きします。7時間以上寝たよという学生さん、おたくさん上がりましたね。チンアナゴの水槽みたい。こうやっていっぱい伸びてるから。腕がね、伸びているんですけど、じゃあ、3時間以下。ああ、なるほど。寝てない。あ、ハリネズミみたいな髪型の学生さん、寝てないですか？そうっすね。寝てないですね、昨日は。あ、そうなんです。大学生の後ね、この寝てない自慢っていうのが流行るそうですね。私の大学生の息子から聞いたんですけれども、なぜそれが自慢になるのかは私にはわからないんですが、睡眠はね、大切なことですよ、非常に。私にはね、大学生の息子ちゃんの他にもう一人息子ちゃんがいるんですね。還暦近い息子ちゃんなんですけれども。どういうこと？私の旦那ちゃんでございます。
私の旦那ちゃんもね、不眠でない日が続くとかなり苛立ってね、それで夫婦喧嘩に発展したりとか、もう本当に大変なんですね。不眠症というのは現代病のように、捉えられているかと思うんですけれども、そんなことないんですね。平安時代にも不眠の女性が登場する絵巻物がございました。平安巻の絵巻物、病の草子の一文をご覧ください。レジュメ1ページ。うわ、導入綺麗。